自分とそっくりの存在。そう、つまりは影武者みたいなもの。影武者。もう一人の自分が現れるのは良くない知らせ。我が町に覇王は二人もいらぬって感じでしょうか。もしエイコ本人とドッペルゲンガーが出会ったら、出会ったらどちらかが死ぬ。死ぬ？何？逃がさん！やっと見つけた我の偽物。それが里の掟。里の里の掟には逆らえませんね。エイコちゃんが妖怪と影武者と覇王と里の掟に殺される。いや、花ちゃん、ちょっとは疑いましょうよ。嘘なの？少し半端。まあ都市伝説みたいなものですよね。